皆さんこんにちは。この番組では坂井家のコンシェルジュ白瀬泰三とイギリスウェールズ出身の私の孫娘ジェーンが堺市のことを何でも分かりやすくご案内申し上げます。今回は私白瀬泰三が担当いたします。さて今回のコンシェルジュは虹色キッズスペシャルとして門養蜂園と四つ葉保育園の2つの園をお届けします。そして特集コーナーではお達者で行こうと祭り人をお送りします。それでは坂井さんちのコッシェルジェスタートでございます。こんにちは、門養蜂園の山田です。門養蜂園は三国町の高台にあります。園の周りはスイカ、梨、野菜などを育てている畑がいっぱいの自然豊かな地域です。現在20人の5歳児が毎日元気いっぱいに活動しています。寒さに負けず元気いっぱいの熊組の子どもたちは跳び箱や縄跳び、鉄棒をするのが大好きです。初めはほとんどできなかった跳び箱や鉄棒も今では上手にできるようになりました。またトランプ遊びも大好きな活動の一つです。いろんなことに挑戦しながら楽しんでいます。自然を感じながら、また地域の人たちに支えられながら子どもたちは日々成長しています。私は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。僕は大きくなったら漫画家になりたいです。僕は大きくなったら海上保安官になりたいです。私は大きくなったらキャビンアテンダントになりたいです。私は大きくなったら消防士になりたいです。僕は大きくなったらピアノの先生になりたいです。私は大きくなったら看護師さんになりたいです。私は大きくなったら漫画家になりたいです。私は大きくなったら消防士になりたいです。私は大きくなったら看護師さんになりたいです。私は大きくなったら看護師さんになりたいです。私は大きくなったらお姉さんになりたいです。私が大きくなったらおしゃれ屋さんになりたいです。僕が大きくなったら動物の飼育員さんになりたいです。私は大きくなったら看護師さんになりたいです。私が大きくなったらお笑い芸人になりたいです。僕が大きくなったらお掃除屋さんになりたいです。僕が大きくなったら大工になりたいです。僕は大きくなったら海上保安官になりたいです。僕は大きくなったら美容師さんになりたいです。皆さんこんにちは。山村志保、略して山志保でございます。今回も始まりました、お達者で行こう、ゴーゴーって感じで張り切ってまいりたいと思います。さてこちらのコーナーでは市内で元気に活躍している皆さんのお達者なポイント、お達者ポイントを山志保がリサーチしてまいりますよ。
私がやってまいりましたのは春江中コミュニティセンターでございます。いやー、こんなね寒い日は何か中でできるスポーツがねやりたいなと思うんですけれども、今回は春江ピンポンの会の皆さんの練習場所にお邪魔したいと思います。春江ピンポンの会さん、こちらですね。ピンポーンなんてね、このピンポンじゃございませんよね。さあ、それでは行ってみましょう、行ってみましょう。失礼いたします。わー、たくさんいらっしゃいますね。皆さん、お達者ですね。会長の黒川さんですか？はい、そうです。ハリピンポンの会の会長をしてます、黒川です。よろしくお願いいたします。お願いします。黒川さん、はい、たくさんの会員さんがいらっしゃいますけれども、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか？今現在62名の方がおられます。70歳代がだいたい35名ぐらいだと思います。それと80代が8名います。すごい、お達者ですね。ここではラージボールという球を使った卓球をやっております。ラージボールっていうのは、はいはい、具体的に言いまして、はい、ラージボールというのは、はい、この球ですね、はい、で通常の全日本とかオリンピックで使ってる球はこの球なんです。あ、確かにちょっと大きめになってますね、はいはい。この球は直径40ミリ、こちらのラージボールは44ミリとなっています。球が大きいとどうなるんですか？スピードがあまり出ません。スピードが出ないんですか？はい、出ません。それと球の回転数が少ないんです。はいはい、回転数が少ないと何か何か変わってくるんですか？一般の方が打ちやすい球になっているということです。なら、スピードもちょっと遅めで、はい、回転も少なく打ちやすいってことは、はい、結構いろんな方が楽しめるという。そういうことです。あ、そうなんですね、はい、ピンポーン、すいません、練習中に失礼いたします。お話よろしいですか？初期メンバーのお一人だとお伺いしたんですけれども、そうですね、この会はできて何年ぐらいになるんですか？平成8年に立ち上げたので、はい、すごい年数ですね。すごい年数。22年ですかね。そうですね。ということは22年も続けてらっしゃるんですね。はい、そうです。すごいですね。はい、失礼なんですけれども、ちょっと年齢をお伺いしてもよろしいですか？はい。82歳です。82歳。どんどん誕生日来る。今年83になります。全然見えないです。すごい。お達者ですね。最高齢の方だとお伺いして、ちょっとお聞きしたんです。おいくつになるか教えていただいてもよろしいですか？数えで言うと90歳です。すごくお若くて全然お若い。若くないです。卓球は始められて何年ぐらいになりますか？13年目です。あ、でも上手になりません。僕は手でやってます。すごいお上手でした。さすが13年の歴は違いますね。さすがです。これからもね、ずっとね続けていただきたいなと思います、はいはい、ありがとうございます。お元気で、ね、はい、卓球頑張ってください、はい、ありがとうございます。こちらのお二人はご夫婦で卓球をされているということですので、ちょっとお話を聞いてみましょう。今年から始めて、今年から始められた。私は、はい、10年前からやってます。おいで、孫が卓球の選手で、副賞でこの間も全国大会に出たんですって。すごい。これの影響で私はママさんバレーをやめて、はい、で卓球をしだいて、で年も年やし、ママさんバレーと上こう、はい、ね、走ってからなんでしょ、はい、で転ぶんですって。やっぱり足が衰えてくるんで、ね、卓球やったら横動くだけですね、はいはい、もう格段の差があるでね、技術が、はい、ああ、そっか、10年と初めて1ヶ月で。でもお母さんが優しく教えてくださるんじゃないですか、卓球。自分のことは自分で知る。あら、自分
で生徒一緒にラリーとか やらせていただいてもいいですか。どうぞどうぞ。いいですか。ありがとうございます。いいですか。おお、あ、下手です。お願いします。あー、結構運動量ありますね。待て、うん、もうあの雪降るとゴルフできんしね、はい、でこれに切り替えたいけどいい運動になります。お母さんスレンダーで、いやいや、だから運動して、はい、あ少しシェープさ、はい、あのできたんです。もういいです、この卓球シェープにも、シェープにも効くということで、はい、私もぜひ一緒にお母さんとやりたいかなと思います。シェープに効くなんていいです。こんなスレンダーでも羨ましいです。いやいやいやお達者ですね。皆さんは卓球を始めてどれぐらい経ちます。8年ぐらいかな。あ、母さんも、うん、ないですね。そんなに経ってない。もともとお二人はお友達とかそういう関係でされた。全然違う、全然違う。もうこの卓球のクラブに来て仲良しに、そうそうです、ね、なったっていう感じ、はい、体を動かすことがしたくて、はいはい、卓球本当にピンポンから始めたんですよ。ポンポンってピンポンってやってたの。最近ちょっと打てるようになったから楽しくて、はい、スマッシュとかもできるようになったら少し楽しくなって、いや皆さん本当にお元気ですよね。これからもね、皆さん楽しく輝いて健康を保つために卓球をやっていきたいと思っています。それでは皆さん、これからも元気で笑顔で卓球頑張ってください。はい、頑張ります。今日はありがとうございました。ハルエピンポンの会お達者でいこう。四つ葉保育園の源野です。四つ葉保育園は今年度4月に開園した丸岡町磯部地区にある保育園です。勇気、愛情、信頼、希望という四つ葉の願いを保育目標として、子どもたちが生きる力、望ましい未来を作り出す力を身につけることができるような保育を目指しています。楽しいことが大好き、食べること大好き、笑顔と元気が魅力の5歳児ライオン組。よく遊び、よく食べ、いつもパワー全開の子どもたちはどんなことでも楽しくすることが得意です。いつも笑顔と笑い声があふれる素敵な子どもたちです。私は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。私は大きくなったら保育園の先生になりたいです。私は大きくなったらドレス屋さんになりたいです。私は大きくなったら
看護師になりたいです。僕は大きくなったら車屋さんになりたいです。僕は大きくなったらバスケット選手になりたいです。大きくなったらダイヤモンドになりまっちょ。私は大きくなったらモデルになりたいです。僕は大きくなったら大工になりたいです。私は大きくなったらパン屋さんになりたいです。私は大きくなったら美容師になりたいです。僕は大きくなったらパティシエになりたいです。僕は大きくなったらお金持ちになりたいです。私は大きくなったら看護師になりたいです。私は大きくなったらアイス屋さんになりたいです。私は大きくなったら保育園の先生になりたいです。僕は大きくなったら警察官になりたいです。私は大きくなったらコーヒー屋さんになりたいです。僕は大きくなったらサッカー選手になりたいです。私は大きくなったらパン屋さんになりたいです。僕は大きくなったらパン屋さんになりたいです。私は大きくなったらパン屋さんになりたいです。私は大きくなったら看護師になりたいです。私は大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。笑顔あふれる堺市をホステルジェ。新しき年の今日の